皆様こんにちは、こんばんは。本日はこの枕目編みです。ここのところ平結びシリーズをいくつか取り上げておりまして、もうしばらくこのいろいろとこのカラー、色のカラーの組み合わせと、あとから差し込む差し色の、模様編みですね、これを楽しんでいただけたらなと思います。優しくて簡単で早くできて綺麗にということで、その平結びシリーズをここのところ送っておりますので、ご一緒にお付き合いいただきたいと思います。で、前回ですね、平結びシリーズのこれは何段でしょうね、何段かですね、4回目かな、こんな感じで真ん中に赤色で目立つ色とグリーンと赤と対比させて、このカラーコーディネートの面白い感じと模様の作り方ですね、これを前回でした。で、今回はこちらです。細いロープでこの少しね、目をこう浮き立って見える色を選んで、こういう模様編みにしてみました。はい、本日はこれをご一緒させていただきたいと思います。それでは始めさせていただきます。はい、それでは早速始めます。本日はこのブルーのロープが芯と土台作りのロープとなります。で、まずこの端を芯作りをするにあたって、なんせこの狭い隙間にの上の上段の方にロープが2本を通さなければいけないので、ちょっとこの先端の処理をしたいと思います。スムーズに仕事が運びやすいように、まずここちょっと今ほつれ止めしたりあるんですが、これを少しカットして加工し直します。ちょっとここもほつれてしまっておりますから、わらついたものついでにちょっと出します。ついでに芯を少し引っ張って、さっき先端はできるだけ薄く狭くしたいんですね、こういう狭いところに使うものは。それで薄く狭くして、その加工をします。で、今芯を出しましたからしごきます。こちらも少し芯を出してカットします。で、しごきます。で、しごきましたらこれを少し若干炙ります。ちょっと炎はね、あんまり大きくない方がいいです。燃やしすぎると怖いので、先端2センチぐらいなまして、なますなんて言い方をこれジュエリー用語でなますと言ってしまいましたけど、炙って平らにペタペタと平らにしてしまいますね。こちらも2センチほど炙りまして、で、平らにし、ペタペタと押さえつけて平らにします。で、そうしましたら今度は先端少し斜めにカットします。先を尖らせます。狭い入り口に入りやすいように三角形に先にちょっとカットしておきます。まあ、こういうのは燃えちゃいますから、このままでも。そしてここで再度ほつれ止めをしてちょっと押さえます。はい、これで先端が狭くというか薄く細くという形に取れました。そしたらこれをパーツに取り付けますが、2つ先端を2本揃えまして、はい、そうしましたら今このように先を尖らせることができましたら、下からです、下から差し込みまして、裏からってことですね、パーツの裏から。そしてここに D カンを入れます。で、これを引っ張り込みます。ここに2本通します。このループが上に来るようにしたいので、で、この D カンを向き変えてしっかり留めます。大体ね、2本入ってまあまあの隙間になりますので、まあこれ、まあ2本だけであればこのワンタッチ12ミリの内径12ミリのパーツでちょうどいいと思います。そして反対側に回ってまたここから入れますね。これはもう上から差し込むだけでいいです。
2本通っていっぱいですから、まあちょうどいいサイズ寸法なので、空間が。なのでこれはもう上から差し込むだけです。で、交わってないことを確認し、交差しないこと。はい。で、これで外します。そしてですね、先ほどちょっとなんか寸法が違ってたみたいなので、ほらこれだけ差がついてましたが、ちょっとここ調節します。長さの調節をして、芯の左右同じ長さにしたいと思います。で、これだけ反対側が緩かったんですね。そしたらここでここを引っ張ります。そうすると簡単に調節ができます。で、これであとは芯の長さですね。ロープが見えるところから見えるところまで。ここを一応ここでやる場合25センチという形をとってますので、ここを25センチ取ります。この見えるところからですね。見えるところから見えるところまで25センチ測ります。で、25センチのところで折り曲げて動かないように固定をします。で、これでこのまま平結びに入っていくんです。この芯は交差してないことを確認して、で、どちらからでもいいです。片方を U 字形にします。で、もう片方を下に、全部下を通ってこの輪の中から出します。で、ここで1回しっかり結びます。平結び1回結びます。これで固定されますよね。固定しましたら、今度は中に差し込む色ですね。これ今回紫使います。これは縁ほつれ止め、これしてないようでした。これほつれ止めしときます。これはもうほつれ止めをちょっとライターを当てるだけです。入り切り口のところで、これでいいです。で、これをほつれ止めしましたら、まず今下側に出てますね。このロープが下に、これ上に伸びてますよね、こちら側はね。で、今この下側に出てる方のロープの上に5、6センチ余分持って上に置きます。で、この中に、真ん中の間にこのロープを入れます。そしてこの長い方の外側のロープもの下もくぐります。そして下、いつも平結び同じなんですけども、毎回やってるから、よくご覧の方は分かるかと思いますが、この下に向いて伸びてる方を U 字形にするんです。そしてこちらを上からかぶせて、この輪の中から出します。で、これを引っ張り出します。どうして私こっちに行っちゃうんでしょう。 はい。で、この時に今回の編み方は割とここ詰めて、で、ここもしっかり結んで、で、この中に差し込んだこの色、これが割とこうふっくら表に出るように、あんまりここピンピン張らない方がいいです。少し上に持ち上がる感じで、ふっくらする感じに。そして今下側に出てますよね。で、今度が反対です。これを真ん中に差し込んで、反対と同じやり方で、これが下に出てますから、これを曲げる。で、上からかぶせる。そしてこの輪から、下をくぐってはこの輪から出す。平結びですので同じです。ただ途中に色を入れるか入れないかだけで、平結びの編み方です。なので一番の注意点は、ちょっとここがね、今緩い感じがしたので、
ここを引っ張って隙間をなくすように、同じメーカーさんでもロープによって硬さが若干違うんですね。で、このブルーはね、ちょっと張りがあって硬めです。柔らかい方のロープなんですけども、ちょっと張りのあるせいか硬めになってますね。固めだとね、ちょっと広がりやすいんですので、まあ、そういうロープはちょっと気をつけて、あまり緩い感じでやると隙間だらけになりがちです。で、今このように真ん中に通しまして、これちょっとふっくらめ、紫はふっくらめで、これを曲げる。で、上からかぶせる。そして輪から出す。今カラフル&キュートシリーズをやってますので、ちょっといろいろなカラーがね、楽しめるような、平結びを中心としたカラーバリエーションが楽しめるような首輪を今シリーズ化して作っておりますので、今日もその、今度はこれ5番目ですね。今4段まで出したかと思いますので、5段目です。そしてこれまた同じことの繰り返しです。これを U 字にして、平結び。で、これをね、編めなくなるところまでキリキリに。今回の前回とちょっとどこが違うかというと、平結び自体の編み方は一緒なんですけども、この芯の作り方が違います。1本のロープで全部芯とロープ、結びのロープと一緒になってますので、まあ割と楽に編めるかと思います。これをここまで、行き止まるところまで進んでいってください。はい、それでは全部一応行き止まるところまで編み上がりました。こんな感じになりました。裏がこうですね。裏は裏でまたね、こんな編み方でできるものもあります。裏表枕目編みはありませんのでね、次はこの模様で表にしてということも可能です。はい、それではですね、あとは差し色の入れ方なんですが、まずこれを差し色にして、この細いのをこの紫の横に来るように入れていきたいと思います。で、それにあたり、枕目編み用のちょうどこうロープを差し込んで作業がしやすいような、こう、なんて言ったらいいんでしょうね、棒があるんですが、私はそういう道具というものはできるだけ使用しないで、家にあるものでやるように進めておりますので、つい最近まではかぎ針を対応してましたけど、今回この分はこの細いロープの先端を、これね、すぐ溶けやすいので気をつけないといけないんですけど、や2センチぐらいちょっと温めて細くするんです。で、先ほどやったように芯作りの時と同じように、ちょっと先はね、かなり細く尖らしたいんですね。そしたら何にも使わないでこのロープだけで進めるので、とても便利でしたので、ちょっとそれを実行、皆様にもおすすめしたいと思います。こうやって先を尖らせて、もう少し硬くしたいな。先端をね、やはり硬くしたいんですね。ロープの隙間にしっかり入りやすいように。はい、そうしましたら、このループのところかかってる、ここから始めましょうかね。こうして入れられるんですよ。こうして先を細く硬くしとくと、何も使わないでできますので。そして今度またここに入れますね。添える感じで、色を差し色と私呼んでますけど、このようにしますね。そしたら今度は逆に隣のところに、また同じようにお隣のループ入れてください。
で、後ろを見るとこういうふうにブリッジになってきます。そしてこれもまた同じようにここですね。ちょっとね、なんかまだふにゃっと柔らかいので少し固めます。溶かさないように注意ですね。そしたらここに入れますね。ねじれますから、ねじれは注意しながら調節してください。で、今度同じように、この場合同じ向きに、同じ位置に平行に並べていきたいので、これ下側に向いてます。ですので、これもこの紫の下側に来るように、こんな風にね。紫の下、紫の下、紫の下ってくるようにしたいんですね。ここです。隣のループの根元から差し込んで引き出します。で、時折ね、こうしてちょっとポチッと出てる紫を目打ちで、目打ちで包ん、つついて持ち上げるとよろしいかと思います。そしてまた同じことの繰り返しです。この根元に入れます。裏を見るとこんな風になります。で、これもこちら側ですね、下側で、これでこうして差し色していきます。まあ、枕目編み、バラコーダ編みがお好きな方は、まあ、こういう模様編みも見たことあるかと思うんですが、よく見かけるのはこのグリ、紫、この紫のポチッと出たの囲むようなものがよく出てる、そういう模様編みが多く出てることを見たことあるかと思いますけども、あの場合はね、やはりね、今これ2ミリなんですけども、2ミリ、4ミリのロープに対して2ミリなんですが、2ミリではなく1ミリぐらいでやらないと綺麗にここがね囲めないんですね。どうしても重なりやすくて、ここ出てる紫が狭くなってしまいそう、しまってしまいますので、どうしてもやっぱりね2ミリではまあちょっと太いなっていうのが何度か私やってみてそう思いました。なので、これでぐるっとこの紫のポチッと出たのを囲むような形を編もうと思ったら、1ミリのロープを使われるといいと思います。今回は、まあ、比較的優しくできるようにということで、囲まず片側だけを彩りに入れるという形をとって、まあ、初心者向けにこのような動画にいたしました。どうしてもね、このやっぱり半分ぐらいだとどうしても多少かぶさっちゃうんですね。なので綺麗に色が出てこないんです。紫とこのライトグリーンの、まあ、対比をさせたいので、どちらもそうしないと目立ってくれないのでね。なのでグリーンだけが目立つと紫の意味がなさなくなりますので、今回は片側だけで簡単にできるやり方という形でさせてもらいました。で、これもこのように繰り返し繰り返し下まで最後までいっていただきたいと思います。やはりね、これは見てお分かりのように、
手仕事でないとできないんですね。なのでワンちゃんの首は、猫ちゃんの首はなんかには愛情を込めて可愛らしいものができるかと思います。手作りのものを買おうと思うとどうしても高くなりますし、あのオーダーをお願いしてもね、やっぱりかなり、それで今やはりこれも中国かなんかで注文出して作ってもらってるお店もあるようですけども、やっぱり種類がね、ご自分がこれがいいと思ってもその種類ができるかどうかっていうところも、やってくれるかどうかっていうところもあるかと思いますので、まあお好きなものをご自分でできたら一番楽ですよね。楽しみも増えて、で好きな色と編み目と、でワンちゃんご自身の、ワンちゃん自体の毛並みの色というのも考慮しながらね、色の配色を考えるっていう楽しみもありますからね。はい、こんな風にしてね、下まで最後までやってみてください。紫が必ず出るように、ちょっとこうやって目打ちで持ち上げるといいです。引っ込んじゃった時は、はい、こんな感じでちょっと色を差すという形になります。でも最後まで頑張ってください。はい、それでは差し色が出来上がりました。こんな感じになります。片側だけ、紫の片側だけ同じように平行になるように差し入れました。裏にを見ますとこんな風にね、両サイドにポチポチとこんな感じになってきます。はい、それではあとはこちら残って、中途半端残ったロープの始末に行きます。で今いつもやってますように、このロープというのは最初あの切り口から芯を取り出して、ギュギュギュッと引き出して、それで芯を抜き取ってあります。ですので裏に回して始末するとこに時にかさばらずに済みます。それでいつも通りこちらの最後の始末ですが、こちら裏を返してみますと、今この一番端のあるこれですね、ここにパーツにかかったこれ、このロープ、このロープの下を表から裏に回すように引き出します。はい、芯がないと楽にスルッと入ってくれます。こちらも同じように、はい、そうしましたら裏の始末に入ります。このブルーの編み進んだ平結びを編み進んだロープは、これはあのこのブルーの真ん中のブルーのところに2本一緒に始末しようかと思っております。ここを渡ってるロープをすくってですね、ここをすくって、でここを引っ掛けて中に差し込んで、でこの時ですね、なぜこう引っかかるか、ここをほつれ止めしてあるからなんですね。で引っかかるようでしたらもうここカットしてください。そして今ここをやります。2段通しました。であともう2段入りそうですから、もう2段ここに入れて後始末をします。よいしょ、こうなりましたね。まあ、ここまでにしておきます。ちょっとここも入らないことないですが、まあやらなくてもこれだけ距離がありますのでここまでにしておきます。あともう一回この同じブルーを同じところに差し込みますね。そしてあとこちらですね、これはねこの紫のところを通そうかなと思います。あの硬いようであれば、なんかちょっとかなり硬そうなんですが大丈夫かな、大丈夫そうですね。
でここに引っ掛けて通します。もう一回、まあ同じぐらいのところのまで、ここはねちょっと飛び飛びですのでね。でここに入れます。なんかかなりねほつれが広がりました。でこの紫、このブルーは同じブルーのところ、であと紫、ここも紫の中に入れたいと思います。はい、全部通りました。青いのを中心に入れて、あと全部通し終わりました。そしてあとはカットして、でその前にですね、しっかり引っ張りましたので、ちょっとここの通したところが自然にふっくらするように、ちょっとこのようにならしてください。輪にして使うものですから、こういうふうに伸ばした時にあまりこちら側と差がないような感じで、突っ張りがない、感じられないように、ちょっとこう湾曲にしてちょっと和ませますね。そしてなじみましたらカットして始末です。まずはブルーから。若干切り口残してカットします。飛び出てるところも ここの丈が長ければ長いほど溶ける分量が多くなりますのでね。それでちょっとここは切り、できればあまり長くしたくないので、切り切りの分量でカットしたいと思います。はい、そうしましたらここに房が出てます。ここを炎の先端が当たるように、大きな炎は必要ないです。ですぐ押さえつけます。でカットしてますね。でカットすると綺麗に溶けてる証拠です。そして次のところに移ります。でこれですね、こうして折り曲げてこの中に入れてカットするとちょうどいい具合に残ります。ここら辺のこの足がね、いい、ちょうどいいぐらいにカットできます。でここを溶かします。炎は小さい方がきれいにできます。ですぐあさやって当たりがなければ OK です。はい、で次こちら、このように折りたたんで状態で元をカットすると、ちょうどいい具合に足が残ってくれます。でできるだけこれちょっとね、炎を当てるときは少しかぶさってるの持ち上げて、むき出しにできるだけカットする部分、火を当てる部分が出てきてくれるように、すぐ際のところはちょっと避けときます。そして手際よく、はい、溶けました。全然ギジギジ当たりません。でかぶせられたらかぶせてください。はい、これで完成となりました。裏はこんな感じで、表はこんな感じですね。あ、
こっちがありました、こちらがありました、忘れてました。ちょうどこんな風に編み上げたばっかりの時とは芯が出てますから、これを引っ張って、引っ張れるだけ引っ張ってカットするんです。でね、ここのほつれ止めにしたところもできれば一緒にカットした方がベストです。通す時に引っかかりが出るのでね。はい、でこれも同じです。これも紫の中に入れていきたいと思います。これはこちらの紫の中に入れていきたいと思います。はい、入れましたらこんな感じになります。これも同じようにここに突っ張りがなくなるような感じで少し揉みほぐして、湾曲に揉みほぐすとよろしいと思います。ふっくら感がなくならないようにしてください。あとこれも同じように後始末です。はい、そうしましたら少しこれを持ち上げて顔を出すようにして、すぐです。あんまりゆっくりやってると周りも溶かしてしまいますからね。はい、やはりロープが周り密集してますのでね、ちょっとそこら辺は気をつけてください。できれば炎を小さめがいいですね。ですぐ押さえつけてください。でカットしてますでしょ。ちょっとなんかここが当たる感じがややしますので、もう一回やります。急いで、はい、溶かしつけました。でかぶせられるようであればかぶしてください。はい、これで完了です。はい、本日はちょっと初心者向き用に本当はここをねぐるっと囲んだ感じでやってもよかったんですけども、今回はもう少しその一つ手前の簡単な方法のやり方で、これだけでもねちょっと彩りが入ればかなり色のコントラストが楽しめますので、こんな感じになります。はい、本日はこれだったら、まあ大人の猫ちゃんにも使えるかなと思います。この幅であれば。ですので、その時はこのパーツを猫用に変えてください。はい、本日はこちらのご一緒させていただきました。しばらくね、あとね、あと4回かそこらは、この平結びシリーズのカラフル&キュートシリーズ。これをちょっと続けてみたいと思いますので、早く簡単に可愛らしくっていう感じで楽しめるかと思いますので、またご一緒にお付き合いさせてください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。